アグロドメイン、野生のナカティルト部族の炎がヒストリックに実装されたことでアグロ系のドメインデッキを組むことが現実的となりました。デッキ全体はこんな感じです。ドメイン関連のカードについては特に説明はいらないでしょう。いずれも規格外のマナレシオでダメージを与えていくことができます。これだけでは少々戦力不足だったので、グルールアグロからも助っ人を招集。生川収集家は炎樹族、カブーカ喧嘩屋と動けば33で殴れるので実質ナカティルです。そしてリソース回復用にこの2枚を採用。チア女神のエルフでめくれて嬉しいのは3マナのカードなのですが、アグロ戦略を取るなら3マナ以上は最小限にしたいこと、危険な反復から高確率でチアミにつなげたいこと以上の理由から3マナ息を不採用としてみました。力戦の束縛を2枚のみにしているのも同じ理由ですね。最後に火力系ナイフゲインの稲妻の螺旋を入れて完成です。当初は指輪物語の基本土地サイクリング生物も入れていたのですが、本体出すまでマナが伸びないので実質1マナ土地サーチにしかならず、サーチ用にトライオームを増やすと序盤スムーズに動けず、挙句の果てに危険な反復の抽出のノイズになる始末。残念ながらフェッチランドの代替とはなりませんでした。土地はナヤカラーをベースに若干緑多めで各色のショックランドを取った形です。安定して5種を揃えるのは諦める代わり、序盤ラブルのを極力回避したい人ですね。それでは対戦に入ります。初動がカブーで後続がチアミまでなし、若干不満ですね。攻めのマリガンでとか言ってたら緑が出ないダブマリ、これならいい感じに動けそうですね。ダブマリにはなりましたが、最初のハンドよりは積極的に攻められるかと思います。ということで早速野生のナカティルから、山と平地が揃って1マナ33となったナカティルで殴っていきます。続けて2勝馬の喧嘩や現在4種集まっているので2マナ43となります。お相手はライフゲインのようですが、気にせずどんどん殴っていきましょう。3ターン目にして残りライフは10点、そして盤面に10打点並べて詰めろをかけます。いちいちに打つのがもったいなくて部族の炎は温存しましたが、打ってよかったかも。結局ここでライフゲインとバフされるなら4点以上の損と言えるのでしょうか。基本コンボ脳なのでアグロの立ち回りは難しいですね。それはさておき、トレラッサーラを除去、リソース回復の当てもあるので相打ち上等で突っ込んでいきます。お相手は顔面で受け止め盤面を取り返す方針の模様。喧嘩屋が除去され形勢逆転に見えますが、ぴったり3点火力のトップデッキで解決。対戦ありがとうございました。これまた悩ましい初手ですね。先行ならキープですが、後方をまくるパワーはなさそうです。土地が1枚ナヤカラー以外だったらよかったんですがね。マリガンで4種確定のドメインにチアミ、これなら満足です。中盤以降に欲しい危険な反復を戻してこれでいきましょう。お相手は YZ カラーで相棒なし、コントロールかフェニックスでしょうか。ここで炎樹族の使者はナイスドロー。かつては一時停止カードにも指定されていた1枚、実質無料で22を出せて弱いはずがないです。お相手はアルカニスト、なんだかんだでイゼットウィザードでしたね。突進2連打の定番ムーブで空の盤面から7点削ってきますが、継続的な打点の高さであればこちらに利があります。ひとまずアルカニストは稲妻の螺旋で除去、3点回復して6点パンチでライフ差をほぼイーブンに戻します。手札もイーブン、盤面はダッシュ、これで目論見通り戦後逆転ですね。さてこちらはチアミで除去を引っ張ってこれれば最強なのですが、依然有利な状況でわざわざギャンブルする意味も薄いですね。ここは安定をとって部族の炎を除去に使うこととします。お相手は火遊び、チアミギャンブルに負けてたら2体失ってましたね。次のターンこそチアミの予定なので部族の炎はここで打ち切り。お相手はバルモア、アルカニストと並べますが、ここで満を持してチアミ神のエルフ、速攻32233のおまけがついて4マナ、お買い得。対戦ありがとうございました。一見良さそうですが赤が出ないです。マリガン今度は色も問題ないですね。先ほどと違って血網のない初手なので土地を戻しましょう。まずは生川収集家から。
お相手はラクドス系ですが、ハンデスもプッシュもない様子。それならどんどん押していきましょう。縄張り持ちの株。お相手は2マナ構えてきました。弓使い衆がすごい。普通の除去構えを警戒するなら2体目の収集家を出しておきたいですが、弓使いにチクッと刺されてしまっては無駄死にですね。なのでここは普通に殴ってカブーの能力も使わないでおきます。そもそもルーティングしたい無駄牌もないですしね。で、黒更新プッシュならまだわかりますが、珍しい採用カードですねとか言ってたらカブーにはプッシュ綺麗に処理されてしまいました。収集家出してれば三々に育ってたわけですが、さすがに今の環境でそれはできないです。お相手もうまいし、場に出なくても影響を与える弓使いも強いということで、ここで3-1にサイレントナーフされたクルシアスがご登場。除去されやすくなったものの、手札を整えて宝物を供給する能力は健在。個人的にはちょうどいい塩梅なんじゃないかなと思ってます。それはそれとして除去はさせてもらいますが、しかしクロックが貧弱ですね。早急に追加戦力が欲しいところです。しかもお相手は一つの指輪。このままではリソース差がどんどん拡大していきます。反復の名にかけて何かいいの持ってこい。ナカティルにチアミ、ほぼ満点の組み合わせです。貧弱だったクロックが5点にパワーアップ。次のターンにチアミを出せば9点にまで伸びます。お相手は再びクルシアスですが、前回ほどのプレッシャーはありません。予定通りチアミで攻めていきましょう。俗称でめくれたのは危険な反復。そして反復から次なるチアミにつながります。これは宇宙危険な反復1枚からこの動き、反復の看板に偽りなしということですね。お相手も重荷は承知で回答を探しに行きます。これを返すなら兄弟仲の終焉とかでしょうか。食肉鍵虐殺事件、黒更新といい意表をつくカードが多いですね。盤面はさら地にされますが、こちらにはもう1枚のチアミがあります。今度は三々のおまけつき、あっという間に再展開です。稲妻の螺旋は捨てられますが、もともとタダでもらったものですからね。手負いのお相手はシェオル様を出して最後の抵抗。ナカティルも除去して抑え切ったようですが、こちらには2枚目の力戦がありました。ここで投了、対戦ありがとうございました。今度こそマリガンなしでいけそうな初手ですね。1ターン目どちらから出すかですが、3ターン目以降のクロックに差がつくので収集家から出しましょうか。2枚目のナカティルも引き、これで2ターン後には9点クロックです。お相手のデッキはまだ見えてきませんが、催眠の宝珠、ライブラリーアウトですか。幸いクロックは十分なので、さっさと殴り切ってしまいたいです。それと対ライブラリーアウトならダメージよりも切削枚数が気になります。緑マナが足りずワンアクションしか取れませんが、ショックインさせましょう。あれ、異世界の行使、相手のデッキを削りたいライブラリーアウトでは入らなさそうですが、ナルコメーバドレッジだ。これ銀打ちのグールまで落ちて、これはもう確定ですね。タップインすればよかったとは思いますが、切り替えていきましょう。お相手は不可視の1列から3点ドレインと9打点を展開。タップインなので次のターンは殴れますが、その次からは睨み合いですね。ともあれ、殴れるうちに殴っておきましょう。ナルコメーバでチャンプ、6点通って残り8点ですが、この8点はかなり遠い8点になりそうです。エンド前、攻防隊が帰ってきて9打点対9打点。一応稲妻の螺旋構えてますが、除去してもどうせすぐ帰ってくるからな。異世界の凝視から這い寄る恐怖が落ちて3点ドレイン。さらにセットランドから強血鬼、先ほどライフが10点になったので速攻持ちです。攻防隊も1体追加され、これで完全に盤面は取られましたね。とはいえ露骨に構えたこちらに対し、お相手も総攻撃は仕掛けず、2個目の催眠の宝珠を出してターンを返します。さて、一応土地トップからのチアミが狙える状況。どうせすぐ帰ってくるとはいえ、除去に稲妻の螺旋使いますか。ということでエンド前に攻防隊を除去します。さて、肝心のトップは残念、土地は引かず。まあ盤面は並べておいて損はないです。炎樹族の使者、
からの危険な反復は微妙に持て余す2枚ですね。次のターン、ナヤカラー以外を含む土地を引かなければ両方は使えません。一方お相手は警戒に手を進めていきます。まだ殴っては来ないですが、いよいよ自利品ですね。ちょうどいい土地引け。ぬぬぬ、先ほどから噛み合わないドローが続いています。どうせ片方しか使えないなら追放する力戦の束縛が良いですね。エンド前、攻防隊が帰ってきて部族の炎はさようなら。もうダメだ、おしまいだ。いや、ちょっと待ってください。お相手のライブラリーあと3枚だけじゃないですか。追い込まれていたのはお相手も一緒だったということですね。しかもこの後攻防隊が帰ってきてアンタップで2枚削れるのが確定。つまり次のターンを耐えればこちらの勝利です。こちらのライブラリーは19枚でライフは8点、ライフの方が危ないかということで、炎樹族をブロッカーとしつつ反復で除去探しはできませんでしたが、これで盤面に5体並んだ形。氷結機が並ぶとアウトですが、土地が全部落ちててくれればワンチャン。よし、氷結機来ない、勝った。いやー、一時はどうなることかと思いましたよ。一点残しでギリギリ耐えられまし。あれ、土地あるなら戦闘前に出してればリーサルプレミですかね。で、こっちに向かって一別。ここに来てライブラリーアウト狙い。でもまだ7枚あるから耐えられ。あ、そんなライブラリーアウトかと思ったらドレッジで、ドレッジかと思ったらライブラリーアウトだったなんて。対戦ありがとうございました。なんだあのエフェクト、メタンかった。今回の戦績はこちら。最後はひどい目に遭いましたが、全体としてはぼちぼち勝ち越せました。高校の方が勝率高いですが、特に高校に強いということはなく、横並び系のデッキが苦手で、それらと先行でよく当たったからというだけですね。ご視聴ありがとうございました。